はい、こんばんは。何事も浅く広く、カメラなどの話チャンネル山でございます。今回は野鳥撮影について、本体とレンズのね組み合わせによってどれぐらい違いが出たのか、私のね実体験をお話ししたいと思います。なお、この実体験は私のね完全なる独断と偏見なので、いろいろなご意見があるとは思いますけれども、まあ、そのあたりはねご了承ください。あくまで私一個人の独断と偏見の感想になります。私はα1、それからその前は α9、その前は α7 の2を使っておりました。そしてレンズ、超望遠レンズとしては最初200-600ですね、こちらの 200-600mm を使っておりまして、それから64の方にバージョンアップした形ですね。ちょっと順番がおかしかったですね。α7-2 から α9、それから α1、 カメラはそんな感じ、それからレンズは200-600から64という歴史があります。なお、組み合わせ的には α7-2 と200-600、それから α9 と200-600、 α1 と200-600、それから α1 と64という組み合わせで使っておりました。そのね、組み合わせごとにどんな感想を持ったのかお話していこうと思います。まず最初ですね、 α7-2 それから200-600を使用していた時なんですけれども、当初はね私野鳥撮影を始めたか始めてないかぐらいで、一度実験してみようということで購入したのが200-600でした。メインのカメラは α7-2 でしたので、若干ね今のカメラたちよりオートフォーカスがね弱いということがあります。その組み合わせ200-600と α7-2 での組み合わせでは、やはり止まっている鳥をね撮影するというにはね解像感結構あって、まあこんなもんかなと思ってたんですが、動いている鳥、まあちょこちょことでもね動いている鳥を撮ると途端にね解像度が悪くなった記憶があります。こんなものなのかなと当時思ってましたね。まあ今から思ってみれば、おそらく α7-2 がねオートフォーカスちょっと弱かったのかな、解像感がいまいちもやっとしていて納得できる写りではありませんでした。まあそれもね200-600のせいなのかなと思ってみたり、それから当時でもねもうすでに α7-3 が出てたので、このね α7-3 と α7-2 のね違いっていうのは結構オートフォーカス如実に現れていたと思うので、例えば暗い F 値でのピントのね速度とかもだいぶ違ってた記憶があるので、やはりね α7-2 がだいぶ200-600の足を引っ張っていたんじゃないかなと今となっては思います。でその当時野鳥撮影はね一度ね諦めて、ソニーのレンズボディを全て売るということになりました。ということで、ね、一旦ここでソニーは終了したんですね。でそこから今度はまた200-600を買い直しまして、そして本体を α9 に変更しました。皆さんも知っていると思いますけど、 α9 はねやはりねオートフォーカスがね凄まじく、ピントがねガチガチっと決まってね非常に気持ちよかったですね。同じ200-600のレンズを使ってたんですけれども、全然違ったレンズを使っている、それぐらいねオートフォーカスの効きが違いました。今から思うと最初にね α9 にしとけばよかったと思うんですが、当時はねそこまでね違いが出るとはあまり思ってなかったので、まあ止まってるもんならいいだろうというね甘い考えでしたので、α9 まではいかなかったんですけども、なんでね最初からそうしなかったんだろうとね今となっては思いますね。 α9 と200-600というのはね本当ベストマッチでして、いろいろな野鳥を撮影することができます。今でもね十分戦えるスペックだと思います。特にね α9 全然今でも使えるスペックですね。でそこから α9 を α1 に買い替えるんですけれども、やはり一番のね α9 のネックは、当時私の考えでは画素数でしたね。野鳥ねなかなかフレームいっぱいで撮影できるような機会が少なくて、どうしてもね小さい野鳥をねトリミングすることが多い、今でもそうなんですけど多いので、やっぱりね画素数は欲しいなと思ってました。やはりね α9 の一番のネックはやはりそこでしたね。ということで α1 に買い替えたわけなんですけれども、もちろんトリミングして解像度を保持できるという点でも凄まじく α1 は良かったんですけれども、それにまして良かったのはやっぱりオートフォーカス性能ですね。 α9 の時もね α7-2 からの飛躍的なオートフォーカスの向上によって、まあこれ以上はないだろうと思ってたんですが、まさかのこれ以上があったっていう感じです。 α1 のオートフォーカスは異次元でありました。
本当に、ね、自分が、ね、フレームの中に入れていられるのかなというようなね、ひどい条件って言ったらあれですけども、フレームインギリギリできたかなというような被写体ですらピントが当てたりして、本当びっくりしましたね。特にカワセミやねミサゴとをね、一度水中に消えてしまうような被写体でも出てきた瞬間にクッと食いついたりとか、そういった初業はアルファ9よりアルファ1は断然強かったですね。アルファ9はググッと食いつくんですけれども、一度見逃してしまうとなかなか戻ってこない、戻るのに苦労するっていうことが多かったんですけれども、アルファ1は一度見逃したと思った瞬間にまた食いつきに戻りますからね。このあたりのね、オートフォーカスの違いは本当に大きかったです。あとアルファ1に変えてちょっと誤算的に良かったのは、やっぱりね秒30枚のシャッター速度ですね。これシャッター速度っていうのかな、秒30枚の連写ですね。思っていたより野鳥ってね、ほんと1秒間の間に動くんですよね。秒30枚撮っていたとしても、あ、この間が欲しいってことがあるぐらい、そんなことがあるぐらいなんで、ほんと秒30枚ってのはすざまじいと思います。それがね、しかもローで撮影できてフルサイズですからね、もうこれはほんとすざまじく助かっております。そしていよいよアルファ1と64の世界に入っていくわけなんですけれども、はっきり言うと好条件で光がねちゃんと順光で当たっていて、被写体と割合近くてバッチリピントが合うと、まあ変わんないです。正直私のチャンネルにも確かあんまり描写変わんないなという結論に達した動画もあったと思うんですけれども、確か比較した動画あるんで探してみてください。それはねあくまでテストの段階であって、いざね現場に出てみると200、600ではねちょっと難しいかなというシチュエーションでも全然撮れちゃいます。本当びっくりしますね。解像度の違いが如実に、特にね悪条件で出てくると思います。200、600の場合は少しね条件が悪いと線が太くなってしまったり、なんか物足りない解像度になってしまうんですけれども、64は本当粘りますね。もちろん全ての条件で良いというわけではないんですが、本当64で撮ってると撮れない場面はないんじゃないかっていうぐらいバッチリ撮れてくれます。テレコンね、テレコンもやはり野鳥撮影ではよく使用するんですけれども、テレコンを使用した場合64であれば F4 開放でまだね F5.6 で撮れるんですね。 F5.6 で 840mm まで撮れるので、この恩恵はめちゃくちゃ大きいですね。200、600は本当ね F 値がかなり上がってしまうので、 1.4 倍のテレコンでもねこれ限界かな、限界だと思うような暗さになっちゃうんですけれども、64だと本当テレコンを使った時の性能がバッチリとすざまじいですね。ほとんどの場合私ねテレコンつけっぱなしです。よっぽど近くで撮れる、あるいは、ね、よっぽど条件が悪い時にはテレコンを外しますけれども、ちょっとでもね遠いんじゃないかなと思ったり、あるいは、これぐらいの条件ならオートフォーカスに影響ないだろうという場面ではテレコンつけっぱなしですね。それでも解像度も全然いいですし、まあ問題ないですね。カワセミの時は外しますけれども、ミサゴの時には外さない、そんな感じです。というような形でカメラレンズの私の、ね、歴史を見ながら感想をざったに上げさせていただきましたけれども、正直200、600でも全くと言っても問題ない場面のが多いかもしれません。今これレンズの話ですけどね。本体の話で言うとやっぱりねアルファ1基軸に考えた方がいい気がしますね。アルファ9で撮れない場面はアルファ1で撮れるっていう場面が多い気がします。まあアルファ1で撮れなかったらね、諦めろっていうぐらい撮れますね。逆にアルファ9の場合はどうしてもね解像度が少し足りないので、もうちょっと解像度があればなと思う場面が私的にはね非常に多かったです。この点だけでもねアルファ1に買い替えた意味が本当にありました。そしてレンズの方では200、600とこの64ね、正直条件が良ければ200、600でも全然問題ないので、むしろねこの大きさの違いにより機動力を発揮して200、600で撮れる被写体も結構あると思います。ただねどんな条件でも撮れるような信頼感はやっぱりね64の方があるかなと思いますね。正直値段の差ほどね性能の差があるかというと難しいところなのがレンズなんじゃないかなと私個人的には思ってます。はっきり言うとアルファ1とアルファ9の違いのがでかいですね。アルファ92でもいいんですけれども、そちらの違いのがでかいです。どっちを先に買い替えるかという話になったら、素直にアルファ92をあるいはアルファ9をアルファ1に変えた方のがレンズを変えるより私的にはね効率がいいんじゃないかなと思っております。
もちろんね64の方がいいんですけどね、ただ64を手に入れた私でも時々ね200、600の方でね行きたいなと思うことが全然あるので、だからね α9 はね今手元にないわけなんですけれども、レンズはこのね2本あるという状況になっているのでお分かりいただけると思うんですけれども、やっぱりねシチュエーションによって使い分けるってこともできるかなと思ってます。ただ最近ね200、600の出番ないんですよね。どんなとこでも最近ね64持ってっちゃってるので、ちょっと出番が少なくなってきてるかなと思います。万が一サブカメラなどを購入したら出番があるかもしれませんが、最近本当出番がなくなっちゃってる、そんな感じであります。ということで、私のカメラ遍歴、レンズ遍歴を見ながら違い等ね感想述べさせていただきましたけれども、皆さんはねどんな感想をお持ちになってますでしょうか。コメント欄で教えてほしいです。そしてねちょっと迷っている方などもコメントいただけると非常に嬉しいです。このチャンネルではこういったねカメラレンズに関する感想やレビュー雑談とやっておりますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。そしてこの動画少しでもいいかなと思った人、いいねボタンを押してくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ、またね、さようなら。